はい、いや、ひらけです。えー、ついにですね、CPU を取り替える決意をいたしました。あー、ライゼン7の 5700X というね、えー、TDP が 65W というね、発熱量の少ない、えー、CPU でございます。まあ、TDP っていうのは、あの、消費電力じゃなくて、あの、発熱を表すね、えー、<laughs> 数字というかね、まあ、大体消費電力と一緒だったりするんですけど、で今まではライゼン3の3100という、 のを使ってたんですよでこれもね TDP が 65W でしたでこれ一年半前に1年半前に組んだやつなんですけどなんで 65W の CPU を使ってたかっていうとまあこれ静音ケースなんですよね静音ケースにでグラボジャネイあマザーボードが B550M モーター WiFi というね、えー、MSI のマザーボードにしょグラボがね3070を使ってたんですよ で結構こいつが発熱するのにあの静音ケースということでまあ、CPU の発熱は少ないものがいいだろうと思って、えー、3100を使ってたんですがでね組んだ時からまあそらくこの3100が3070の足を引っ張るだろうと思ってたんですけど全然そんなこともなくてね、まあ、これで、えー、大きな不満もなかったんですがまあせっかくというかまああの TDP が65というライゼン7が出たのでまあこれに変えてみようかなという程度でございますだからね AMD の商売的にもね絶対ね俺これ3100をこれに変えよってもらおうと思って <laughs> この商品を設定したんじゃないかと怪しんでんですけどこれだったらさクーラーつけとけよとか思うんだよねあの <laughs> これクーラーついてないんだよね CPU クーラーが付属してないんですよ。これ3100には付いてたんだよね。で、同じ TDP65 だったら、これ同じクーラーでいいんじゃねえのって思うんだけど、クーラー付属してないので、えー、クーラーは別で、えーまあ、なんか評判がいい、いい、いいらしい、えー、この光って見えない、えー、AK400 というのを買いましたんで、まあこれで、えー、ちょっと組んでいこうかなと。まあ一番緊張するのがこれを、この CPU クーラーを外すのが <laughs> 一番緊張するよね。 はははいい、えー、でで取り替えていきますす、はい、交換完了です、えー、簡単でした、<laughs> サクッともうパッパッパッと終わっちゃいましたんで、えー、まあ、心配、まあ、ケースがね、そんなに大きくないんで、まあ、高さちょっと心配してたんですけど、まあ、全然干渉しそうにないです、それから、えー、メモリーとの干渉ですけど、今、これね、あのメモリー2枚しか刺さってないですけど、まあ、普通に4枚刺しても、高さの干渉もなさそうです。 ということで、えー、組んで、えー、組んでというか蓋を閉めて電源を入れて、えー、ベンチマークを取っていきますはい、えー、実際に私の使い方がどのように変わっていったかっていうのを紹介しようかなとまだこれあの3100です CPU が、ね、で虫をね通ることが多くてこれ ね、GH6 のープロレス422で 5.7K で撮った虫の動画なんですけど、これ、まあ、たまたまあたまたまというかあんまり、ね、長い時間虫って回さないんですけど、まあ、これ1分ぴったりに、まあ、下切り取って 4K、えー、というかあのウ,ルトラ HD、ね、ウルトラ HD のタイムラインに 5.7K を置いたという感じですね。これまあ再生すると、まあ、普通に再生しますね、えー。タスクマネージャー。 CPU の稼働率は50%ぐらいですね。まあ、これで処理をね加えていくと多分どんどん重くなっていくと思うんですけど大人ちゃスタビライズをね縦横のみ縦横のみのスタビライズをかけましょうかね。で、えー、あとはちょっと拡大しようかなこれ上下黒帯入,、ね、入っちゃってるんだよねあのウルトラ 1G と違うからさ。 じゃ1.5倍ぐらいにして位置をちょっと変えようかな。あで、これあの Vlog なんですよ、ね。Vlog なんで、カラーで、画面光っちゃってるかな、これ、大丈夫かな。濃度を追加して、ラット、ラット、パナソニックの、じゃあ、とりあえず標準的なラット。 当てますかね。これはたたった状態で。えー、まあ、じゃあちょっとさらにちょっと調整をかけますか。えー、どうしようかな、えー。ちょっとシャープネスを若干上げて、えー、あとね、あのノイズリダクション。をせっかくなんで。ノイズリダクションをちょっとかけて、あとは色の調整。 えー、どうじゃちょっとヒストちょっと明るくして、えー、どう,うかな、まあ。こんなとこかな、まあ、ちょっと調整しましたけど、でこれで、えー、ど,ううどうだろうどうだろうどうだろううん、あれ <laughs> 普通に再生してますね。普通に再生してますね。えー、CPU の。 CPU の稼働率もいけてますね <laughs>。全然問題ない。まあまあ3100ってね、あの優秀な CPU なんですよ。あの458スレッドで。あとあのー、これダヴィンチリゾルブスタジオなんで GPU が効いてるっていう感じですかね。でまあまあまあじゃあじゃあちょっともっと重いのいきますね。 はいえーとね、こっちは重いですよ。これ、あのーまあ、同じ 5.7K で撮ってるんですけどこれは H265 です。H265 の 30P で撮ってます。まあロング GOP と呼ばれるタイプなんでフレームを、ね、圧縮しながら記録してるんで再生するときにすごい CPU パワーを食うというタイプなんですよこれ。これタイムラインの方は今フル HD のタイムラインに置いただけなんですけどもこの状態でねもうカクカクです。もうまともに再生しません。 CPU のね稼働率もね100に入りつきます、まあ、もっともこの動画にしたってねあのプロキシ作って編集すれば普通に編集できるんですけどね、まあ、これはだから 5.7K で撮っておいてフル HD のタイムラインにこうトリミングというかねあの拡大縮小をかけつつ編集しようかなとういう感じの動画です。まあ、これがあ CPU を変えるとどんな感じになるのかっていうのをちょっとね、えー、見ようかなと。 いいうことでございます。まあ、ついでにさっきのね昆虫の動画1分の動画を書き出しに何分ぐらいかかったかっていうのも測っておこうかな。書き出しの方はま YouTube の 4K という形で連打球に追加して、えー、全て連打と。まあ1個しか入ってないんですけど、まあ、連打してまあ何分ぐらいかかるか。もう読めるかな読めます読めねえから一分五秒 !1 分5秒で完了って出てますね。 もう一つ、現像処理がどのくらい速くなるかって、まあ、SilkyEpix ってソフトは CPU 依存なんですよね。GPU じゃなくて CPU で現像処理をやってるソフトなんですけど、ここに5枚の GH6 で撮られた画像があるんですけど、これを現像してみましょう。で、えー、現像の設定は、 ローデータを JPEG の8ビットから幅560ピクセルの JPEG で書き出すという設定で、えー、この6枚の画像を現像に回すと実行開始と状況を見てみましょうかね。ありますかね。この こんな感じ。ここの遅さというかね。ね、はい。終わりました、ね、これがだから3100から 5700x に変えるとどのくらい変わるかっていうのを見てみましょうね。はい、えー、交換してどうだったのかってまず、まあ、これあのかなり引っかかり引っかかりで再生になってたこの、えー、スムーズには表示す <laughs> やっぱり無理ですね <laughs>。 あの、5700X をもってしても、一2 6 5の 5.7K は重いと。えー、ちょっと CPU の使用率を見てみますか。ああ、まあこれで、こうなんていうか、う,うまくすべての CPU を使えてるって感じじゃないですね。あのー、CPU の稼働率は <laughs>、まあ、 これ<ー>ダヴィンチリゾルブスタジオなんですけどまあこのソフトはあのグラボをね、えー、主に使うというソフトだったんですがあんまり変わってねえないやそんなことないな引っかかり具合は少なくなってるね確かに、えー、カカ少なくなってはいるんだけどどちらにするかこれあのダメですねプロ,プロキシを作んないと <laughs> 編集にならないと思いますプロキシを作れば編集できるとちっと他もや 他のじゃあちょっと多分これも変わんないと思うんだけどその昆虫の方の書き出しがどうなどうなるかっていうのをね、えー、ちょっと比べてみましょうか。はい全く同じ条件で書き出してみましたがこれ見えますか見えないかな えー、3100だと1分5秒だったんですけど 5700x だと1分6秒と1秒増えてますけど、まあ、この誤差ですねやはりまあダビンチ・リゾルブによるまあ書き出しというのはグラボ依存ということですねはい最後に、えー、CPU 依存度の高いシルキーピックスの現像処理をや同じ条件でやってみましょうまあさっきはね1分30秒だったんですよこれはいくらなんでも速くなってると思うのでちょっとストップウォッチで測ってみましょうか 実行開始はいちょっとじゃあ、えー、状況を見てみますかねああ早いですねああよかった <laughs> これ早くならなかったら全く何の何のあれも <laughs> 何だったんだろうって感じですけど、えー、さ,あさ,あさ,あさ,さあ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  あ終わりました。ああ、よかった。28秒めっちゃ早いじゃん。1分30秒かかったのが28秒ってことで、えー、めっちゃ早くなりましたね。ということで、えー、CPU 依存度の高いソフトについては、確かに早くなるんですけど、まあそうじゃない、えー、グラボ依存のソフトについては、3100から5700に変えたところで変わんねえと、そういう結論に達しました。 でもね、あの TDB が65というのは魅力だと思います。3100から 5700X に交換というのはありだと思いますので、えー、興味がある方はやってみてはいかがでしょうか。以上、アキけ系が3100から5700に変えてちょっと浮かれてるぞという動画をお送りしました。